はい、今緊急で動画を回しているんですけれども、ということで、この挨拶をするのもですね、僕のチャンネルで5回目ぐらいなので、もうほんとコリゴリなんですけど、僕ですね、今日別の動画をアップしようと思って、さっきからね、シコシコ編集をやっていたんですけれども、もうさっきね、とんでもないね、衝撃的なニュースが俺の元に入ってきて、それで急遽動画を撮らせてもらっているっていう状況なんですけど、皆さんもですね、すでにご存知かと思われますが、大人気ゲーム実況者のレトルトさんが YouTube チャンネルを赤バンされてしまうというとんでもない事件が起きたんですよ。はい、これちょっとモデルプレスさんの記事を読み上げさせていただきます。レトルトがバンされる、はい、とんでもないですね。13日の今朝、レトルトはツイッターを更新し、自身のチャンネルがバンされたことを報告しました。現在チャンネルのページにアクセスすると、 YouTube のコミュニティガイドラインに違反していたため、このアカウントは停止しましたとのメッセージが表示され、全ての動画が閲覧できない状態となっています。ということで、現状の YouTube ではですね、レトルトさんのゲーム実況動画を見ることは、できません。とは言ってもね、なんか他のやつがレトルトさんのゲーム実況動画を保存してそれをばらまいてるね、なんかやべえやつがいない限りは見れないっていう話なんですけど、でレトルトさん本人のツイッターを見てみるとですね、なんか速報 YouTube チャンネルが赤バンされるみたいな、クソ一言みたいな感じでなんかつぶやいてるんですけど、なんかなんでそんな一言みたいな感じで言えるのかなみたいな。で現在本当にね、急遽動画を撮って速攻でアップするので、ちょっと編集とかもね、少なくて見づらいかもしれませんが、ご了承ください。はい、ということで、じゃあレトルトさんがなんで YouTube チャンネル赤バンされてしまったのか、早速理由を喋っていこうと思います。主にですね、これ、原因としては3つあるかなっていうふうに思っておりまして、1つ目の理由がですね、現状一番有力かなっていうふうにも思っているんですけれども、YouTube による5番ですね。はい、5番っていうのがどういうものかっていうと、 YouTube 運営の手違いでアカウントが消されるっていう、ほんとクソくらいみたいな仕打ちのことなんですけど、現状ですね、これが一番可能性としては大きいんですよ。これなんでかっていうと、レトルトさんだけに限らず、ほんと過去を遡れば YouTube で5番された数ってほんともうなんかもう腐るほど出てくるのね。で赤番を受けた人はですね、すぐに復活するパターンもあれば、なんか永遠にね、なんか帰らぬ人みたいになって死んでくる場合もあるんですけれども、もしレトルトさんが5番されたのであれば、これは不幸中の幸いですね。どういうことかっていうと、レトルトさん規模のチャンネルであれば5番だったら、これ多分ね、1週間以内に僕は復活すると思います。その理由もですね、さっきちょろっと言ったんですけど、実際赤バンされた人でもね、戻ってくる人も全然いるんですよ。でしかもレトルトさんみたいに登録者が220万人くらいいるような大規模なゲーム実況チャンネルをですね、5番した状況で放置すれば、 YouTube Japan の評価がダダ下がりしますよね。でプラスでね、 YouTube ユーザーからの批判の声っていうのも、めちゃくちゃ来ると思うので、おそらくレトルトさん規模の場合だと、僕は1週間以内に復活するのが妥当かなというふうに思っております。てか過去に5番された人たちもですね、見てみると、登録者が上であればあるほど普通に復活を遂げているんですよね。反対を言えば、登録者が少ない人みたいな、なんか僕みたいなチャンネルだと、永遠に帰らぬ人になるっていうことですよね。で2つ目がですね、これも5番に近いっちゃ近いんですけれども、レトルトさんがスパム攻撃を受けて5番された説ですね。これね、ツイッターとかですごい騒がれていたんですけども、現在ですね、 YouTube においてスパム攻撃を受けて赤番されるっていう事件がめちゃくちゃ頻繁に起きているんですよ。でこれどういうことかっていうと、主に配信のコメント欄とかをメインにですね、誰かが作った得体の知れないボットアカウントで、なんかほんと数秒間の間に何十件もな YouTube ポリシーに違反するような、結構下ネタコメントみたいなのを連投するみたいな、そういう事件が起きてるんですよ。でそういうね、ボットからの大量のスパムを受けることによって、 YouTube チャンネルがなぜか赤バンされてしまうんですよね。でこれ実際にですね、大人気 VTuber 事務所、ホロライブに所属する海外勢のね、その VTuber の方が配信中にその大量のスパムコメントを受けたことによって、これ赤バンされてしまったんですよ。で我々配信者が対策できることとしては、配信とかのコメントの NG ワードを設定することができるんですけれども、そこにスパム内容のものをコピペしてペッて貼っておけば、一応コメント欄でそのスパムコメントを受け取ることはできなくなるので、なんで未然にね、その YouTube チャンネルの赤バンを防ぐことっていうのは一応できるんですけれども、でこれさっきも言ったんですけど、主に配信のコメント欄でそのスパムコメントを大量に受けるっていう、そういう事件なんですけれども、これ実際のところですね、動画のコメント欄とかでもこういうスパムコメントが大量に送られて赤バンされてしまったっていう人もこれ出てきてるんですよ。つまりレトルトさんがですね、ここ直近で配信をしていなくても、動画とかでそういうスパムコメントを大量に受け取ってしまったがために、 YouTube チャンネルを5番されてしまったっていう可能性もこれすっごい高いです。で今こうやってですね、レトルトさんがスパムコメントで赤バンされてしまったんじゃないかっていう話をしているんですけれども、僕のチャンネルはですね、まだそのスパムコメントなんかコメントの NG ワードに設定していないので、いつ自分のチャンネルが赤バンされるかわからないという、そういった危険性と隣り合わせで動画を撮っております。はい、
ありがとうございます。で3つ目ですね、これはまあ可能性としては低いっちゃ低いんですけれども、過去動画が YouTube のコミュニティガイドラインに違反していたっていう可能性ですね。これね、 YouTube の怖いところでもあるんですけれども、その自分が出した動画、ほんと数年前とか、もうめちゃくちゃ昔の動画でもコミュニティガイドラインに違反しているっていうのがもうバレた瞬間に、あの速攻でペナルティを食らうんですよ。なんでレトルトさんみたいに、ほんとプロみたいなゲーム実況者の方だったら、ほんとここをね、まあ3、4年ぐらいの動画だったら、そういうコミュニティガイドラインに気をつけて動画投稿しているとは思うんですけれども、ほんとなんかね、6年前とか7年前とかそういう規模になってくると、やっぱね、そういう YouTube のポリシーとかって誰も気にしないで、なんか好き放題動画を出すみたいな、そういう時代だったから、その時の動画がまあ YouTube のポリシーに違反をしてしまっていたがために、まあバンされてしまったっていう可能性もゼロではないと思います。でこの3つ目の理由でバンされてしまったら、もうほんとこれ最悪なんですよね。で実際のところですね、この3つ目のあの YouTube コミュニティガイドラインに違反してあのバンされてしまった場合だと、これ本当に最悪なのが、まあ復活する可能性っていうのがすごい低いんですよ。だって5番だったら、まあ完全にね YouTube 運営が悪いけど、コミュニティガイドラインに違反していたらね、 YouTube 側からしたらさ、いやお前がねあのルール破ったのが悪いんじゃんっていう風に言い張れちゃうので、その場合だとちょっと復活するのはだいぶきついと思うんですよね。ただわからない、あのレトルトさんみたいな本当に有名なあのチャンネルだと、マジでお金の力が働いて復活するっていう可能性もまああのゼロではないですよね。まあ、ということで、まあレトルトさんが赤バンされてしまった理由としては、まあこの3つがまあ関係しているのかなという風に思うんですけれども、まあさっきも言った通りね、実際のところは多分5番だと思います。まああの超有名なねホロライブに所属する VTuber でさえも赤バンされてしまった、5番を食らってしまったわけですから、まあ多分それに運悪くレトルトさんも巻き込まれてしまったんでしょうね。で今回ですね、僕が一番喋りたかったのはですね、 YouTube って本当にあの怖いサイトなんだよっていうことなんですよ。まあどういうことかっていうと、こういうねレトルトさんみたいに YouTube アカウントが5番されるっていうことは別に珍しいことではないんですよね。あのまあ人気なねほらチャンネルだからこそ、今こうやってねトレンド入りを果たしたりするぐらいね、こうめちゃくちゃ騒がれているんですけれども、実際裏を見てみればですね、まあレトルトさん規模じゃなくても、本当例えばじゃあ数百人とか数千人とか数万人みたいなチャンネルだと腐るほど5番されているんですよ。でしかも大抵そういう小規模なチャンネルっていうのは復活することはできません。マジでね YouTube 運営って本当数字でしか見てくれないんで、その僕たちみたいなね、なんか電子ゴミと同等の価値であるチャンネルっていうのはマジで相手してくれないんですよ。だからね、分かりやすい話、じゃあ僕みたいな本当なんか7000人しかいないような、あんとゴミみたいなチャンネルだとですね、僕がね次目覚めた時に YouTube 見に行ったら、俺のアカウント消えてるんだけどってなって、ね、例えばじゃあ YouTube にさこう電話して、問い合わせ電話して、あのすいません自分のなんかチャンネルが何もしてないのに赤バンされてるんですけどみたいなこと言っても、多分いや知らねえよっつって俺電話切られるんですよ。いや ほんとそれぐらい冷たいからね YouTube 運営って。なんでこれからね動画投稿を始めようっていう風に思ってる方はですね、あの5番される覚悟であの動画投稿を始めてください。いやマジでね、意味のわかんない話ですけど、一回バンされてしまったらマジで復活できないんで、僕たちみたいな規模は。まあただできる対策としては、まあ事務所に入るっていうのが一番の最善の選択ですよね。一応事務所に入れば、まあ赤バンされたとしても、もしかしたら復活できるっていう可能性は、まあちょっとはあの高くなりますね。まあ数千人とかいうゴミみたいな規模だったら、まあウームに入るのは厳しいっていうか、なんかウームネットワークとかいうな、ほんとなんかクソみたいなねところに入れさせられると思うんですけど、まあさすがに1万人以上いれば、多分ウームネットワークじゃなくてちゃんとしたウームっていう場所に所属できると思うので、まあそこに所属している時に自分の YouTube チャンネルがじゃあ5番されてしまいましたと、そういう時でもじゃあウーム経由で YouTube に連絡しますっていうことができるから、おそらく復活できるっていう可能性はすごい高くなるんですよ。まあたださっきも言った通り、数万人っていう規模であったとしても、まあ事務所に入っていなくてフリーっていうね立場であれば、まあ YouTube 運営に連絡しても、いやお前誰やねみたいな感じの対応をされるんで、まあその時はYouTube やめましょうっていう話ですね。まあ、本当に YouTube ってね、まあ5番とかされても別に一切あの謝罪とかっていうのもしてくれないんで、まあレトルトさん規模だったらね謝罪してくれるんでしょうけど、まあ、僕たちみたいな規模がねあの赤バンされても、本当になんか謝罪どころかね、お前なんか使わせてくれるだけ感謝しろみたいな、そういうスタンスだと思うんで、本当心底ね YouTube ってクソだなっていう風に思うんですけど、あこれちょっとやべ赤バンされるかな俺。ということで今回の動画はですね、あの大人気ゲーム実況者のレトルトさんが YouTube チャンネルをバンされちゃったよっていう、そういうお話でした。まあおそらくあの5番だと思うんでね、あのレトルトさんリスナーの人たちも、まあ、安心してね、あの1週間ぐらい待ってれば多分復活すると思うんで、いや私 1週間も待てないでしょみたいな人はですね、あの僕の電子ゴミみたいな動画を見て、あのお金になってほしいなみたいなすいません、ちょっと余計なこと言いました。まあ、あのレトルトさんの動画が見れなくて本当なんか発作が起きちゃってる女性の方はですね、うん、そうだな、なんかあのマスオゲームズでも見てね、あの気を確かにして
ておいてください。まあレトルトさんはですね、あの復活動画を出す際にはですね、あのぜひともこう戦国時代みたいな感じでね、 YouTube 運営のこう頭を持ってきてね、俺は復活したぞっつってこう YouTube 運営のこう頭を掲げてほしいなというふうに思っておりますということで、お疲れ様でした。バイバイ。